あらららら、私まだ一段目の話してるの？ちょっとね、この高さが低いリュック今探してるんだけどさ、ちょっと高いよね。ちょっとね、ちょっと首つらそうだもんね。顔出したいからね、のえちゃん、のえちゃん、のえちゃん、いや、やばい、これ首つらそうだよ、本当に。ちょっとリュック探しの旅だわ。そうだね。のえちゃんすごい揺れてる。揺れてる。なんだろう、なんかうまくいってないかも。なんか音楽に合わせてやってるみたい。試してみてもいいよね。
生まれ変わってきてびっくりした。いいね、顔出てくるね。いいじゃん。いいけど、ここが邪魔そうだね。こんなのかぶっちゃってね。あら、まぶたがめくれてる。結局これも首つらそうかしら。でも外見えていいよね。割れたし、ね、割れました。なんだこれ。入ってみようか。見るか。よいしょ。よいしょ。そう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 。そうそう、ここよ。ここ。ここよ。あら、顔出たね。顔出たね。もう一回、こっちよ。そう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 。あら、狭そう。狭そうだわ、これは。これで横から出たら、うん、目がほら、目が潰れちゃう。そうなんだ。いや、これはダメかもね。使えませんか、これで。使えません。残念ながら使えません。鼻は出てます。これ折れればいいんだけど。折れたらやっぱちょうどいい。良さそう。うん、良さそう。難しいね。難しい。出てきた。このぐらい顔出てくれたらいいね。うん、さっきよりちょっとフィットしたんでね。いいかも。じゃあ、じゃあ。おもろい。顔だけ出てておもろい。顔まで出ちゃえば良さそうだけど、うん、良さそうだけど首狭くて辛いかもしれない。そうか、首も出て顔出したといえ首辛いのかな。うん、狭い。いや、これはちょっと切ったらまずそうだね。紐で縛るとかゴムで縛るとか、うん、こうやって、はあはあ。かわいいよ。姉ちゃん、お礼しないとね、付き合ってくれたからね。食べてよ、食べてよ、食べてよ。近いじゃん。